東京証券取引所ジャスダックとは、株式会社東京証券取引所が運営する日本の株式市場である。略称は JQ、東証ジャスダックや東証 JQ とも、2019年現在、ジャスダック市場内の区分として、さらにスタンダードとグロースに分かれる。運営法人は、日本証券業協会、ジャスダック証券取引所、 大阪証券取引所、東京証券取引所と繊維している。日本初の成長、ベンチャー企業向けの市場であるが、1963年2月の店頭登録制度から数えると60年近い歴史があるため、他の取引所に開設されている新興市場とは異なり、現在では老舗となった企業も上場しており、 中には、秩父鉄道のような上場から60年近い企業も存在する。日本版ナスダックと位置付けされるが、かつて存在した代償の新興企業向け市場のナスダックジャパンやネオとは別の市場であった。しかし、その本家が代償に移管された後、2010年10月12日の取引より同じ代償のヘラクレス、ネオを統合し、 新ジャスダック市場として一本化された。1963年に日本証券業協会が創設した店頭登録制度が源流。1983年に成長、ベンチャー企業向けの市場として整備され、店頭売買有価証券市場のジャスダックとなり、証券取引所市場の補完的市場として位置づけられた。当時は証券取引所ではなかったため、 店頭登録銘柄とすることを店頭公開といった。1998年12月の証券取引法改正に伴い、店頭売買有価証券市場として、日本証券業協会の管理監督のもと、取引所有価証券市場と並列する市場として位置づけられてきた。2004年12月3日、内閣総理大臣により、証券取引所に関する免許の交付を受け、 称号を株式会社ジャスダックから株式会社ジャスダック証券取引所へと変更し同年12月13日同法上の店頭売買有価証券市場から取引所有価証券市場へと協体転換した証券取引所の新規参入は1949年の札幌証券取引所以来実に55年ぶりのことであるこれにより それまで店頭市場では法律上認められていなかった成り行き売買、先物取引、オプション取引、立ち会い買い分配などが可能となる。一方、それまで証券会社が関与していた上場審査、市場管理などはジャスダックが自ら行うこととなる。かつてはジャスダックの登録企業は証券取引所への上場が認められなかったため、 東京証券取引所などの取引所への上場と同時に登録廃止を行っていた。業態転換後は他の証券取引所との重複上場をされるケースも増えたが、東証に上場するとその銘柄の売買はほとんど、東証で行われたため、上場維持費用の削減の意味合いもあり、しばらくしてジャスダック上場廃止の選択をする企業が多かった。また、 ジャスダックには少数特定株主の所有株数について制限がないため、東証の上場基準を満たしていても、親会社グループの支配が強い企業や同族会社の企業オーナーの中には、あえてジャスダック上場を選択しているケースもある。2000年以降、大阪証券取引所とベーナスダックとの提携による、ナスダックジャパン市場の開設や、東京証券取引所のマザーズ市場の開設など、 店頭市場が担ってきた新興企業向け市場の拡充競争が他の証券取引所間でも展開されていく。そのような折、2007年9月、ジャスダック証券取引所の大株主である日本証券業協会は、証券取引所の再編の一環として、経営体力の低下したジャスダック証券取引所を売買システムのバックアップ等で提携関係のある、 大阪証券取引所と経営統合させる検討を開始した。2008年11月19日から2008年12月17日に株式会社大阪証券取引所が株式公開買い付けを実施。ジャスダック証券取引所も買い付けに賛同したこともあり、日本証券業協会などが買い付けに応じて買い付けが成立。2008年12月25日に 株式会社大阪証券取引所が株式の76.1%を取得、子会社となった。そして2010年4月1日付をもって代償を運営する株式会社大阪証券取引所を存続会社とする吸収合併が行われ、株式会社ジャスダック証券取引所は解散することになった。2010年10月12日の取引より、ジャスダックと 大小の新興企業向け市場であったヘラクレス、ネオの合計3市場を市場統合し、新ジャスダック市場としてリニューアルを果たした。新ジャスダックでは、損益や規模など企業の実績を踏まえて上場するスタンダード市場と企業が赤字でも将来性を見越せば上場できるグロース市場の二部構成となった。これは旧ヘラクレス市場の形式をそのまま系譜。 投集したものである。統合後の銘柄数は、スタンダード市場が950銘柄、グロース市場が54銘柄である。さらに2013年7月16日に、大償の現物市場が東証に統合されたため、ジャスダックも東証の管理下に置かれることになった。これにより、マザーズと合わせ、2つの新興企業向け市場を運営する形となる。 当初は2020年2月21日と同年7月29日に2022年4月1日に施行予定である新市場区分の概要を発表。それによるとグロース市場の新規上場を2020年11月1日以降は停止し、以降の新規上場はスタンダード市場のみとなり、同時に上場審査基準も当初二部と同一となったほか、当初一部、 2部への市場変更基準もマザーズと同一となった。また、新市場への移行に関しては、市場選択制度を導入し、2021年9月1日から12月30日までを選択期間とする予定。ジャスダック上場企業における市場選択は以下の通りである。選択期間に選択申請が行われなかった場合は、 以下の新市場を選択したものとして取り扱う。他の証券市場と同様オークション方式を採用している。かつてはオークション方式とマーケットメイク方式、二つの売買方式を採用する市場であった。日本の証券市場ではマーケットメイク方式を唯一ジャスダックが採用しているため、これがジャスダックを特徴づけている売買方式であった。しかしながら、 日本ではマーケットメイク方式は馴染みが少なく導入企業数は上場企業総数978名柄のうち199名柄にとどまったため2008年3月21日をもってマーケットメイク方式は廃止となり同年3月24日からの取引はすべてオークション方式にて行われることとなった2008年4月1日より マーケットメイク方式に変わる制度として、リクイディティプロバイダー制度が導入された。リクイディティプロバイダー制度とは、マーケットメイク方式でのメリットである常に売り気配、買い気配を提示し、流動性を供給するメリットを活かし、取引参加者である LP が常に買い注文、売り注文の両方もしくはいずれか一方を出すことにより、流動性を供給する制度である。 2006年7月3日に金融庁の認可を受け国内の証券取引所としては初めて委員会設置会社に移行。市場運営部門と自主規制部門との業務執行を分けるとともに自主規制機能の強化及び独立性を高めた。市場運営は代表執行役社長が指揮をとり、自主規制は代表執行役常務で自主規制責任者が業務執行を取りまとめている。 組織上、黒の下に自主規制本部があり、当該本部に以下の4部門が自主規制業務に従事している。また、会社法に基づく、指名、報酬、監査の法定3委員会のほか、金融商品取引法上の自主規制委員会を組織しており、自主規制委員会は、ジャスダック証券取引所の自主規制業務に係る事項を決定している。ありがとうございます。